オープンキャンパスに参加の皆さん、こんにちは。男子寮長の西条です。これから、北海道教育大学函館校の、男子寮を紹介していきたいと思います。それは早速中に入っていきましょう。こちらになってます。はい、教育大の男子寮統括寮は、1人1部屋が当てられてて、今110人、住んでいます。で、各見てもらったら分かるように1階、2階、3階と、いう風になってて、結構広い感じになってます。で、玄関は、駐車場のところと正面玄関、そして、駐輪場があります。で、最近この新しく駐輪場もできて、今までは結構ぐちゃぐちゃになってたんですけど、いい具合に綺麗な感じで駐輪されるようになってきました。そんな感じで昔よりも、今は整備されているので、綺麗な統括寮になりつつあるという感じです。それでは玄関の方に入っていきましょう。それでは入っていきましょう。ここが正面玄関になります。で、こっち側が、郵便ポストになってて、一人一ポスト割り当たってます。なので郵便物があっても全然困らないという感じですね。で、こっちがロッカーになってます。で、靴もみんな、自分のロッカーが割り当てられてて、寮内に入るときは自分のスリッパと交換していく感じになります。では僕も実際にスリッパ交換していきます。ここになります。楽しいな。で、そして靴を見切れます。入っていきましょう。になります。で、寮は、主に左側と右側で、西と東と言ってます。で、左側だと1階が1西、2階が2西、3階が3西、反対側だと1東、2東、3東になってます。基本そこがブロック単位になっていて、トイレだったり、給食じゃなくて食堂だったりっていうのがあって、みんなが基本的に20人ぐらいで生活するようになってます。それでは中入っていきましょう。それでは続いては共同部分の、説明を案内していきたいと思います。で、まずここが談話室っていうところになってます。で、結構賑やかな声聞こえるんですけど、まあ、昼間だったらこうやって大学生は授業の合間に遊んで、いろんなゲームをしたり、やっぱり大学生のつながりみたいなのがあるので、そういったところで遊んでます。で、夜だと結構広いので120人ぐらい入るので、寮の運営に関してちょっと相談があったりしたら話し合ったり、まあ、あと誰もいない時だったらダンスをしている人とかもいるので、そういった自由に使える場所が談話室になってます。で、次は、風呂場と洗濯室の方を案内していきたいと思います。はい、今談話室を、説明をして、そこから風呂場になります。次は入っていきたいと思います。多分今人いないので、スリッパないってことは人いないので、ちょっと案内できます。で、電気をつけて、まずここが脱衣所になってます。で、風呂場も火曜日、木曜日、土曜日、日曜日の夜11時から毎週ですね、掃除しているので、結構、風呂場はしっかり掃除していると思います。では中の方に入っていきたいと思います。で、風呂場はこんな風になってます。で、シャワーの台が4つ、奥にも4つ、そして立ちシャワーが3つあります。で、中真ん中にあるこの熱帯浴槽が、東海道名物のお風呂場になってます。で、今ちょっとコロナで全員に入ることはないんですけど、昔だったらここに10人、20人入って夜ガイガイ遊んだりして、結構賑やかに、やっぱり裸のつけができるのがこのお風呂場になってます。で、ここのお風呂場ともう一つシャワー室があるので、そっちの方も案内していきたいと思います。はい、続いて、洗濯乾燥室を見ていきたいと思います。で、ここが洗濯室になります。で、洗濯室は8つの、洗濯機があって、基本的にみんな24時間誰でも使えるようになってます。で、こうなってると見てもらったら分かるんですけど、1人1台とシャボンを使うようにしています。で、これはやっぱり120人いるので、ローテーションでどんどん回していかないといけないので、使い終わったらこの
カゴに入れてもらって他のところに置いてもらえれば見つかるっていう風にしてるの で皆さんもし入ったら確実に洗濯カゴは用意しておいてください。それでは各部屋の方に案内していきたいと思います。はい、それでは、洗濯室に続いて、基本的に20人ぐらいで、過ごすところの共有部分の説明をしていきたいと思います。でこちらがまず、洗面所になります。でここはお風呂場じゃないので、歯磨いたり顔を洗ったり朝を使うことができます。で反対側はゴミ箱になります。でペットボトルだったり燃やせるゴミ、瓶缶ペットボトルとちゃんと分類もしていて、でホワイトボードもあるのでここで連絡事項を伝えたり、忘れちゃいけないことだったりルールっていうのをしっかり共有できるようになってます。で中の方がここは補食室ですね。で1日3食自分たちで全部自炊なので、そこは自分でできるようになってますですね。こちらになってます。ちょっとまあ綺麗な方ですね。ここは寮に比べて寮の中では。でキッチンもあってガスコンロもあって、水の洗面もあって、であと電子レンジもあるので基本的に買ってる人もいれば買わないでここで温めてるっていう人もいます。で今コロナなのでここでみんなで、ご飯を食べることっていうのはちょっと難しいんですけど、コロナが収まればここで1年生から、4年生大学院生までみんなで、食事をしたりすることができるのですごく楽しい、寮になってます。カメラですね。と続いては個人部屋の、一人部屋の紹介をしていきたいと思います。でここがまず僕の部屋になってます。多分来年はいないので見る機会ないと思うんですけど、で基本的に、部屋には僕だったら冷蔵庫と炊飯器とポットはいつでも使えたいので、外に出ないでも使えるようにしてます。で各、小物とかあったりして、でベッドはこれ各部屋支給されてるんですけど、みんな横にしてるんですけど僕は縦にしてその下にテーブルとテレビを置いてます。で、まあ、僕の中での自慢で言ったらこの壁紙ですね。やっぱりちょっとまあいろいろ就活とかもあって、オンラインでのパソコンでの、やり取りもあるので背景ちょっとでもいいイメージの方がいいなっていうことで自分で、色をつけました。まあこれ剥がれるので、来年は真っ白だと思うんですけど、そういった風に自分でアレンジして部屋をできるっていうのが大学生の中でこの寮の中での楽しみになってます。続いてのカメラマンの部屋の方も紹介していきたいと思うので、それ回していきます。はい、2人目の部屋紹介をしていきたいと思います。2人目は今カメラを撮ってくれている副寮長の部屋になります。来年もいるかもしれないので、ちょっと今のうちに知っておくといいかもしれません。入るときはノックですね。ちょっと入ります。部屋になってます。おお、綺麗ですね。お、なんだこれは。ちょっとカメラマンからいただきました。カメラマンから、副寮長からのお言葉です。この部屋はオタクの部屋です。ところどころにフィギュアがあり、扉にはアニメの一番くじのマルチクロスが貼っていつも癒されています。なるほどなるほど。生活する上での工夫をいくつか教えます。必見ですね。自分は理系でパソコンを多く使うのでレポートを書きながら調べ物をするように2大体制で行えるように工夫しました。これ理系必須ですね。自分は体が大きいのでベッドの、重量を超えそうなのでベッドは荷物置きとして利用して、布団で寝ているそうです。布団ということは下ですね。まあ、夏は暑いのでやっぱり下に置くっていうのもありですね。でベッドの上には衣装ケース、キャリーケースを置いてそういう荷物置きにしてるみたいですね。で自分は1階に住んでいるので外から覗き込まれないようにカーテンをつけているそうです。プライバシー対策も寮でもできます。移動スペースを限定することで無駄な、空間を減らしていく、そして広い部屋を目指しているそうです。やっぱりそういう感じですね。カメラマンはそういった気持ちでやってるそうです。いい部屋ですね。それでは次の部屋も見ていきましょう。
はい、それでは最後に、とある人の、部屋を紹介していきたいと思います。この人はちょっと趣味が満載の部屋ですごくいいかなと思ったので紹介していきたいと思います。失礼します。実際入るときはノックしますね。おお、趣味満載ですね。やっぱり今オープンキャンパス来てくれてる人たちもサッカー好きな人がいると思うんですけど、自分でこうやってユニフォームをバイト代で稼いで、こう壁に貼るっていうのが一挙っていうところもありますし、テレビと、テーブルとソファーも自分であって、自分らしさが出てる部屋になってます。実際にこの部屋のコンセプトとか頑張ってるところ、一番お金かけてるところってあります？やはり趣味がユニフォームの収集なんで、集めたユニフォームを部屋に飾るっていう、どう部屋に飾るかっていうのもこだわって部屋を作ったりしてます。なるほど、これ全部ヨーロッパですね。ヨーロッパサッカーが好きな人は必見かもしれないですね。まあ来年いないんですけど、その人は。まずこうやって自分で、アルバイトをして、欲しいものを買ってそれを飾ってみるっていうのもできるのも大学生なので、まあ量は比較的経済的にも、抑えられているので、すごく趣味にお金を使ったりすることもできるかなっていうふうに思います。はい、ここが事務室になってます。で、今説明した通り寮っていうのは結構いろいろルールが分かれてたりするんですけど、ここで、寮務っていう12人の人たちで話し合って、それを全体に共有して問題がなければ新しいルールを作っていくっていう、そういったここは部屋になってます。で、実際に今日説明して、寮って思ってるより、人とのつながりができたり、実際に一人暮らしみたいな感じで仲良くできるので、すごくいい場所だと思ってます。で、寮長の僕も、カメラマンの副寮長も、寮のことが大好きなので、今オープンキャンパスで勉強している人は、頑張ってください。皆さんの受験がうまくいくように、願ってます。それでは、オープンキャンパスの、寮の説明を終わりたいと思います。ありがとうございました。